運命の力、運命の力、運命の力。ラフォルツァデルデスティーノは、ジュゼッペ・ベルディが作曲した全4幕からなるオペラである。原点版は1862年、ロシア・サンクト・ペテルブルクのマリーンスキー劇場で、改訂版は1869年に、イタリア・ミラノのスカラザにて初演された。今日演奏されるのは、ほとんどが、改訂版による。また改訂版で挿入された序曲もそれ。 自体有名で、単独での演奏機会も多い。仮面舞踏会の初演、1859年から2年が経過し、ベルギは作曲をまるで忘れたかのようであった。新たに創設されたイタリア国会において彼は、ボルゴサンドンニーの、京フィデンツァ代表の議員であったし、またサンター型、ビルダノーバスラルダの応援に、各種の近代的設備を導入する仕事にも、 冒殺されていた、ベルディの農園経営に耐える情熱は、予義の域を超えていた。しかし、まさにその農園改造計画への資金の必要も一因となり、ベルディを政治の世界に引き立てた首相カブールが救世した1861年頃になると、ベルディは新作作曲の機会を模索し始めたと思われる。1861年、ベルディの元に、当時のロシアの首都、 サンクトペテルブルクマリーンスキー劇場から新作オペラ作曲の打診がもたらされた。同劇場と契約して活躍していたイタリア人メーテノール、エンリーコ・タンベルリック、イルト・トロバトーレの有名なカバレタ、ミオ、恐ろしい炎で初めて高音、ハイシーを挿入たとされる歌手の息子アキレ、タンベルリックが劇場からの作曲依頼状をもってイタリアに帰国したのであった。 作品の題材及び、台本作家の選定はヴェルディに一任するとの条件も含まれた魅力的な依頼であり、1861年6月、ヴェルディはマリーンスキー劇場と作曲契約を交わした。実態はともかくも、ノード解放も言った、アレクサンドル2世一家のロシアは、当時のイタリア各都市より県立が比較的寛大だったが、ロシア正教会への批判や、 共和制への賛美を主張してはならないといった制約は存在した。題材の検討に入ったベルディは、当初、ビクトル・ユーゴーのルイ・ブラース、ロイ・ブラスを提案したが、王妃と平民の恋が描かれた同作は、提出過激場での上演には過激とみなされて、劇場側の賛成は得られず、別の題材を検討した結果、ベルディは以前から関心を抱いていた。 リバスコー、ドン・アンヘル・デ・サー,アーベドラ、191年から1865年の儀曲、ドン・アルバーロ、あるいは、運命の力のオペラ化を提案することにし、演目が決定する。リバスコーのこの儀曲は1835年、マドリードで上演され、スペインで代表版、あるいは大スキャンダルとなった、話題作であった。カラトラバ爵の美しい娘レオーノーラは、 インカ人の血を引く、主人公、ドン・アルバーロとの恋が認められず、公爵は、アルバーロの単純の暴発で死亡。公爵の二人の息子、ドン・カルロス、ドン・アルフォンソ兄弟が、父の復讐のためアルバーロを付け狙う。カルロスは、イタリア戦線の陣中で、アルフォンソは、修道院で、アルバーロに帰り討ちに会い、女主人公エレオノオーラは、絶命寸前のアルフォンソの歯に倒れ、アルバロは、 ひどい運命を呪って崖から身を投げて自殺する。つまり、主要登場人物がすべて死ぬという、当時としては陰惨極まりない劇であったこと。そして、アルバーロの最後の言葉が、自分は地獄からの死者だ。人類は皆滅びるが良いという冒頭的なものだった。ことが議論の的となった。イタリア語への翻訳は1850年に出版されており、 ベルディが読んだのは、このイタリア語版であったと考えられる。彼は、母国語以外ではフランス語を介したものの、他の外国語は増えてであった。実はすでに1852年と1856年の2回、ベルディはこの儀曲を、ベネツィア・フェニーチェ劇場のための新作として検討したことがあったが、いずれの場合も厳しい検閲を考えて、作曲を見送っていた。その結果、椿姫、 シモン・ボッカ・ネグラがそれぞれ誕生している。これまで母国での上演作品で散々検閲に悩まされてきたベルディにとって、先日通り検閲上の心配が低いと考えられたロシアで、イタリアでは上演許可が下りにくいような冒険的作を発表したいというのも自然な考えだっただろう。台本作家としてベルディが選んだのはフランチェスコ・マリア・ピアーベであった。ピアーベは、 ベルディと組んで、直近では、椿姫、リゴレットなどの傑作を生み、最も気心の知れたパートナーであったし、原作の本質を損なわずに台本化する手腕から、ベルディの信頼は厚かった。またピアーベはベルディよりやや年長ながら温厚な人物であり、運命の力作曲当時はピアーベが1860年に、ベルディの推薦で、 フェニーチェ劇場からスカラザ舞台監督に移籍したばかりという事情もあって、いつも台本作成に細かく干渉してくるヴェルディの作業手法に追随しながら、ヴェルディの音楽的意図に沿った台本を準備できる貴重な適任者と言えた。1861年7月頃から台本執筆に取り掛かったピアーベは、基本的には原作の筋書きを忠実に追った台本を作成。 問題となるかもしれない、最終場面でのアルバーロの言動もそのまま採用され、彼は、修道院長に、バカ野郎、インバシールと言い放ち、例の、人類は皆滅びろも叫んで断崖から、投身することになった。唯一最大の改作点は、カラトラーバ公爵の息子役二人をドンカルロに一本化した、ことであって、これは、作品上、主役たるアルバーロに見劣りしない歌詞を二人確保。 するのは困難だろう。歌手数の節約を図った上演においての現実的な理由と思われる。この解釈もあって、オペラでは、アルバーロとカルロとの最初の決闘は、兵士が止めに入って終了する展開になり、アルバーロが修道院に入った理由が希薄になる。原作でのアルバーロはまず、カルロを殺したために修道院に入っており、原作でのアルバーロのこの行動の方が、 比較的納得しやすいという物語構成上の弱さも指摘される仕上がりとなった。一方、軍英知のシーン、原稿版では、第3幕、第2話後半を拡充するために、オーストリア継承戦争を扱っているシラーの儀曲、バレンシュタインの陣営、バランスタインロガーでの先人描写を借用することとなり、ベルディは1861年8月末までに、 シラーのイタリア語版翻訳者、アンドレア・マッフェへの承諾も得ている。後に、ピアーベが病に倒れた、後日ことで、この、運命の力原点版がベェルディとピアーベの、事実上最後の共同作業となった。ベルディは1861年11月末頃に、オーケストレーションを除いて、ほぼ全体を完成、ティートリコルディアテ11月22日付書館による、 初演の監督のため、ベルデは12月に妻、ジュゼッピーナを伴い、玄関のサンクトペテルブルクへと旅立った。ジュゼッピーナは事前に大量のイタリア産、ワイン、パスタ、チーズ、サラミを買い付け、現地に発送していたという。ベルディは現地で精力的にリハーサル、並行して細部の手直し、オーケストレーションを行ったが、 レオノーラ役予定のソプラノ、ラグルアの発生障害によりこのシーズンでの初を断念。ベルディは演奏家の質疑妥協を許さない性格だった。帰国することになった。キロ・ベルディは、ロンドンに立ち寄り、折からの万国博覧会のための移植作品、諸国民の参加、インノデテラジオに、を完成させて初演している。これも本来は読書者として、タンベルリックを念頭に置いて書かれたものだが、 契約上の理由から、初演時は、テノールのパートをソプラ用に書き直している。ベルディはイタリアに戻っても、細部の手直しを継続して、いよいよ全曲を完成。1862年9月、再び、サンクトペテルブルクを訪れ初演の準備を開始したのだった。初演の延期は歓迎されざる出来事であったが、その延期により結果的に、 オーケストレーションの十分な検討時間が得られたことは、むしろ幸運だったかもしれない。なお、問題のソプラノパートは、カロリーヌ・ドゥブリバルボーに差し替えられた。1862年11月10日、当時のロシアで用いられていたユリウス歴では10月29日に、マリーンスキー劇場で行われた初演は、必ずしも文句なしの成功とは言えないものだった。 もちろんベルディは何回ものカーテンコールを受け、また聖スタニスラス勲章を授与されたりもしたのだが、これははるばるイタリアから訪問してくれた以外なる作曲家に対する儀礼なものであった可能性がある。サンクトペテルブルクで発行されていたフランス語詞、ジャーナルデストリートペテルスブルクは手放しの賛辞を寄せていた一方、ロシア語詞、主要三辞はそこまで好意的ではなかった。 各種がまず不満を表明したのは、その上演時間の長さであった。またクライマックスにおける、主人公、ドン・アルバーロの、反宗教的事に対する嫌悪感も影響していたと、考えられる。さらに、第三嫁には、ロシア国民学派の若手作曲家による、上演反対のデモンストレーションが、舞台上で行われる事態にまで発展した。しかしこれは、運命の力初演が、 ロシア楽団に与えた衝撃が大きかったことの裏返しでもあり、例えば、モデスト・ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフ、作曲年代1868年から1869年に、運命の力の重厚なオーケストレーションの影響を見て取る分析もある。オペラは1863年2月には、ローマでドン・アルバーロの代でイタリア初演がなされ、また愛善をして、 初演のロシアからイタリアへの帰路立ち寄った、ベルディの周到な指導の下、マドリードで原作者リバスコーも観客に招いて上演された。マドリードでこの作品は、より冷ややかな表で迎えられ、リバスコー自身も出来栄えに関し、好意的な反応を示さなかったと言われる。不評の一因は読者者陣にあったようで、ベルディ自身はその書簡で、レオノーラ役とアルバーロ役は、合格点。 あとはダメだった、と書き記している。なおこの時、アルバーロのパートの一部は全音下げられている。タンベルリックのように歌うことは誰もできないからというのがベルデによる修正の理由であった。これら小修正を経た版によって、1865年にはニューヨーク、1867年にはロンドンでの初演も行われた。演奏技術上の小修正は別にしても、 ベルディ自身も大改定の必要性、特に主人公3人が終幕で相次いで死ぬという陰算な結末の緩和については早くから認めていた。カトリック教会の影響の強いイタリア、フランスでは主人公が修道院長にバカ野郎と叫んで自殺するというのはかなりの問題であり、現にイタリアでこの作品はあまり演奏されいものとなりつつあった。 確認される限りでも1863年には、早くも、改定の可能性について、リコルギ社と話し合っている。ベルディはまずピアーベに相談し、また一時は、原作者リバスコーの意見まで求めようとしたが、リバスコーは1865年に亡くなり、ピアーベは1867年に、脳卒中の発作を起こした。彼は、残8年の生涯を半身不随状態で過ごし、ベルディは、 彼とその家族のために経済援助を行ったこともあり、また、ベルギー自身、パリオペラ在職の自作、ドンカルロに暴殺されこともあって、作業は進捗しなかった。1868年8月になって、オクラ入り寸前の同作の改定を積極的に再開したのは、ティートリコルディであった。 彼の狙いは単に作品の改善にとどまらず、改底審判を1869年のカーニバルシーズンにイタリアオペラの総本山スカラザで行うことで、疎遠になっていたヴェルディとスカラザとの関係改善を図るという一石二鳥のものだった。ヴェルディの新作がスカラザで初演されたのは20年以上も、昔、1845年のジョバンナ・ダルコ。 ジョバナ・ディ・アーコ以来耐えてなかったのだった。ユは、金銭的なものばかりでなく、1845年、当時のスカラザ支配人、メレッリの愛人ストレッポーにオベルディが奪った、という感情面でのもつれも多分にあった。改訂に沿った台本の準備のため、描画中のピアーベに代わって、リコルディ社は、アントニオ・ギスランツォーニに、台本の改訂を依頼する。年、ルカの生まれで、 一時はバリトン歌手として活躍したこともあるギスランツオニは、この頃はリコルディ社の音楽雑誌、ガゼッタ・ムジカーレ・レディ・ミラノの編集者であった。彼はピアーベと同様にベルディの意向に忠実な作家として使え、やがてアイーダの台本を表すことにもなる。ベルディはギスランツオニの助けを得て、クライマックスを平安に神のおもとに赴むくレオノーラ。 ひどい運命を嘆きつつも、彼女の魂の平安を祈るアルバーノ、その両者を見守る慈しみ深い修道院長の美しい三重章によって、ピアニッシモで終わるように書き改め、また原点版は短い前奏曲で開始される形であったが、新たに前ドラマを音楽的に俯瞰する有名な序曲を作曲している。その他、場面順序の入れ替えも見られる。 当時のイタリアで最も巧妙なオペラ指揮者であったアンジェロ・マリアーニの指揮、その婚約者であったドイツ出身のソップラのテレーザ・シュトルツのレオノーラ役で1869年2月27日スカラザで行われた改訂版初演は初めて大成功となり、以後この改訂版の形でレパートリーに定着していくこととなる。なお、この上演準備中にシュトルツとベルディが 愛人関係とな、イゴ・マリアーニは、ベルディと決別し、イタリアにおける、ワーグナー紹介を精力的に行うに至ったのは、有名な事実である。フルート3、3番はピッコロ持ち替え、クラリネットに、オーボエに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、チンバスソ、ティンパに、4個、中太鼓、大太鼓、シンバル、ハープに、オルガン、弦ゴ部、バンダ、 舞台裏、トランペットに、中太鼓4、舞台上、中太鼓、小太鼓2、約2時間50分、改定版、各25分、50分、55分、40分、原点版は、約2時間40分、各20分、50分、60分、30分。全4幕、時と場所、18世紀半ば、スペインセビリアよびオーストリア継承戦争の、 戦場となっているイタリア。レオノーラとドンアルバーロは、相思相愛の中であるが、アルバーロが、インディオの血を引いていることを理由に父からとラーバ、公爵は、結婚に反対しており、レオノーラは、家族愛と恋愛の板挟みの悲嘆に暮れている。居城に忍び込んだアルバーロは駆け落ちを提案。レオノーラが決心を固めたその刹那、公爵が二人を発見する。 アルバーロは抵抗の意志のないことを示すため所持していた、単純を捨てるが、それは暴発死公爵に致命傷を与える。公爵は娘を呪いつつ死に、レオノーラとアルバーロは過酷な運命を嘆く。第一幕から18ヶ月後、村の宿屋で人々が食事をとっている。カラトラーバ公爵の息子、ドンカルロは学生に変装し旧敵を追ってこの村までやってきた。 ジップシー女プレツヨジルタは男たちにイタリアでの戦争に参加して軍港を建てろと説いて回っている。カルロは自分はドンカルロの友人で一緒に公爵殺しのアルバーロを探していた。カルロ君は新大陸まで彼を追っていったと自分の身の上話、もちろん作り話だが、お一堂に聞かせる。実はレオローラも男性に変装して当地に宿泊していたのだが、 カルロの姿を認め、その話を聞くと慌てて逃亡する。深夜、修道院の中には、断層したままのレオノーラがやってくる。カルロの話から、アルバーロは自分を捨てて、アメリカへ帰ったと思い込んだ彼女は絶望のあまり、この修道院を訪ねてきただった。彼女はドアを叩き、出てきた。メディトーネ修道士に、クアルィアの神父に会わせてくれる、よう依頼する。レオノーラは、 グアルディアーの神父に自分の蘇生を明かし、この修道院の山裾のホラー穴で世を捨てた男性修道士として余生を過ごさせてほしいと懇願する。神父はその願いを聞き、修道士たちを召集、以後、この悩める者の住むホラー穴に近寄る者は天罰が下るであろうと厳かに宣言。レオノーラは一同ともに神に祈りを捧げる。 第二幕から数年後、イタリア戦線の野戦場、アルバーロはレオノーラが亡くなったと思い込んでいる。彼はスペイン人と高貴なインカ人の末裔という自分の出自を悲しみ、かつてセビリアでレオノーラと過ごした楽しい日々を追憶する。そこへ、ドン・カルロが軍人での賭博遊びのトラブルから追われて、登場、アルバーロはカルロの命を救ってやる。二人は互いに、 偽名での自己紹介をし、戦場で知り合ったのも何かの縁。今後は生死を共にしよう、と義兄弟のちぎりを結ぶ。戦闘が再開され、二人は前線へと急ぐ。アルバーロ率いるスペイン軍は、守備よくドイツ軍を撃破したが、アルバーロは負傷したんかで運ばれてくる。カルロは戦友を暗示そばにいる。カルロはアルバーロを勇気つけようと、この軍港であなたは、 カラトラーバ勲章を受章できるだろうというが、アルバーロが、カラトラーバという名に過剰に反応するのをいぶかし思う。式が近いと考えたアルバーロは、小箱と鍵をカルロに示し、この箱には決して明かしてはならない秘密が入っている。自分が死んだら箱を開けずにそのまま燃やしてほしいと、遺言し、野戦病院へ連れて行かれる。カルロは、カラトラーバに対する過剰反応を。 絶対の秘密という小箱などから、アルバーロの正体をいよいよ怪しむが、義兄弟の誓いを立てた以上約束は守らねばならない、と苦しい心情を歌う。やがてカルロは、アルバーロがもう一つの荷物を残したことに気づき、こちらを開けてはならないとは約束していなかったと包みを解くと、中から妹、レオローラの肖像画が現れる。彼こそは、旧敵アルバーロと驚くカルロ。 ちょうどそこへ軍医が現れ、君の戦友は一命を取り留めたと告げる。カルロは、これで自分が仇を討つことができると狂気する。夜の宿営地、戦勝が癒えたアルバーロが物思いに吹けるところへ、カルロが現れ、もう傷はいえ、戦うことができるかと尋ね、我こそは、高貴な加盟を汚されたお辱を注ぐべく、お前を追ってきたドンカルロディバルガスと名乗る。 アルバーロは自分の秘密が知られてしまったことに驚き悲しむが、一旦は義兄弟のちぎりを結んだ人と戦うことはで、ない。ましてレオノーラが死んだ今となっては、と決闘を拒絶する。カルロは、レオノーラは、行方不明ではあるが生きているらしいこと。しかし、アルバーロを撃った後、自分は彼女も探し出して殺すことを告げる。アルバーロもついには剣を抜き二人は決闘するが、 純な兵に発見され引き離される。アルバーロは、もはや修道院にしかこの世での居場所はないと剣を捨て、その場を立ち去る。朝となり、スペイン軍に従ってやってきたプレツヨジラ、メリトーネ修道士、スペイン兵、イタリア兵による賑やかな情景が展開される。プレツヨジラは景気づけに軍歌を歌い、一同昭和する。第3幕から少なくとも5年後、 修道院の中には、アルバーロも今やこの修道院にラファエンド神父と名乗って暮らしている。グアルディアーの神父とメリトーネ修道士が貧民に食べ物の施しを与えているところへカロが登場。ラファエンド神父に面会したいと告げる。ラファエンド神父が現れると、カルロはとうとう見つけた血統をしろと剣を手渡す。アルバーロは今では神に仕える身ゆえ血統はできない。 君の許しを得たいと思っていると断るが、カルロが彼を臆病者と罵り、彼の血を汚れていると下げずみ、さらには、アルバーロの方を平手打ちするに及び、ついにアルバーロも決闘を承諾。二人は決闘の場所を求めて、山裾の方へかけていく。二人が決闘の場所として選んだのは、アローコとカレオノーラが身を隠す、ホラー穴のすぐ近くだった。カルロは、 舞台裏で致命傷を負い、最後の祈りのために司祭を求めている、アルバーロ金を犯して決闘した身ゆえ、カルロの臨時を見取ることはできない。アルバーロは、ホラー穴の中に忍者がいるらしいことに気づき、死にゆくものを見取ってほしいと依頼する。はじめ拒絶していたレオノーラがついに票に出ると、そこにはアルバーロ。彼は、自分は金を犯し、あろうことか君の家族を再び殺めてしまったと告げる。 レオノーラは兄を探しに、舞台裏へ走るが、そこで断末魔のカルロに刺されて、致命傷を負ってしまう。グアルディアーノ神父がレオノーラを抱きかかえて舞台に、登場。アルバーロは、ひどい運命を呪おうとするが、グアルディアーノはそれを静かに制し、レオノーラはアルバーロに、先に、神のおもとへ向かいますと述べ行きたえ、グアルディアーノはおこそかに、彼女は神に召されたと宣言して、幕。く。 原点版では記述のごとく、レオノーラの死を目の当たりにしたアルバーロは人類を呪って投身自殺し、修道士たちと村人たちが松明をかざして行列して幕となる。上日のように、このオペラの有名な序曲は1869年の改訂時に補作されたもので、それまでの原点版ではもっと短い前奏曲が用いられていた。 前奏曲の標準的な演奏時間は3分程度、それに対して序曲は7分を超える。ベルディが改訂を行った1869年当時、すでにイタリアオペラでは、長大な序曲を演奏する習慣は、捨てれていたとっても過言ではなく、実際ベルディにとってもこれが最後の序曲となった。現在ではこの序曲だけが単独で演奏される機会も多い。 前奏曲においても序曲にあっても、その最初は、金管での三つの主音である。これを、ベートーベンの公共曲第五番における、運命のフレーズのベルディバンになぞらえる分析もある。しかし、劇中でこの三主音は必ず、レオノーラと共に現れ、決してドン・アルバーロには伴わない。その点でこのフレーズは、レオノーラのモチーフと考えるのが、一般的である。なお、 改訂版の初演指揮者マリアーニがこの金管でのモチーフをホルティッシモで演奏したことにヴェルディは不満であり、このモチーフは中道士たちの経験ないりを表してをメッツァ帽子でそうされるべきであると述べている。実際、譜面上での指示記号は単にフォルテである。力のあるソプラノドラマティコが要求される。全曲版録音が残っているソプラノ中ではジン・カミラノフ。 レナータ・テ・バルディ、モンセラート・カバリエ、レオン・ティン・プライスなどが評価が高い。性質としては、オテイロの大名役に匹敵するほどの陰影が要求され、一方でドラマティックなアリアも歌う難役。リリコ・スピントあるいはドラマティコのテノールにとっての代表的なとして名高い。かつてこの役で名高かったテノールは、マリオ・デル・モナコ、フランコ・コレディ、カルロ・ベルゴンツィ。 フラビアーのラボーなどがいる。第3位予幕でのアルバーロとのドラマティックな二重章や、第3幕での古典的な、カバティナイコールカバレッタ形式の長大なアリアを、このさなければならない難役であり、輝かしい高音の要求される、ベルディ・バリトンの代表的役どころである。この役を得意としたバリトンには、20世紀後半においては、レナード・ウォーレン、エット・オーレ・バスティアニーに、 ピエロ・カプッチルリがいて、それぞれ名録音を残している。なお、レナード・ウォーレンは1960年3月4日、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場で、同役出演中、カバレッタ・エッグリー・サルボの直前に、舞台上で休止している。出番は少ないが、バッソ・プロフォンドの代表的な役どころである。特に海底版においては、 神の与えた運命を呪うアルバールを静かに悟し、レオノーラが神のおもとに召されたことを総合に告げ、そのプレゼンスにより重みを増している。原点版、初演、1862年と改訂版、1869年の間にベルディは、その敬愛していた作家アレサンドロ・マンゾーニと初めての面会を果たしている。1868年は、改訂版でのグアルディアの神父に、 万ー人の代表作、いい名付け、愛、プロウメシー・スポーシー中の自負的なクリストフォロ、神父の像を重ね合わせる分析もしばしば行われる。ジップシー女のプレツヨジルラは、リバスコーの原作では、第一幕で噂話をしているだけの早くに過ぎないが、ベルディは彼女に、第二、三幕で華やかな、戦争参加的な歌を歌わせて、ともすれば、暗くなる。一方のオペラの筋書きに、 明るさを導入している。ベルディ自身、大変に重要な役であるとサンクトペテルブルクでの、初演前に劇場に対して、わざわざ注意を喚起している。容易に入手可能な全曲版中では、ジュリエッタ・シミオナートの歌っているものが敵役との評が高い。もっとも同役は、メインの筋の流れとは関係ないため、舞台上演でのカットの犠牲になりやすいのもまたこの、プレセオジッタである。 金言な修道院長、クアルディアーの神父とこう一体をなすコミカルな役柄で、ある。彼もプレツヨジッタ同様、原作では、デッリアンジェリ修道院にしか登場しないのを、オペラ第三幕ではスペインからはるばる、イタリア戦線まで赴かせ、また第四幕で修道院に戻していって少々やりすぎの感もあるが、ベルディが、サンクトペテルブルクでの初演時にわざわざ成したのが、二人の、 ホスカーリの総督、海賊の制度、ルイーザ・ミラーのミラーを総称し、主役級もこなせた名バリトン、アキッテ・デ・バッシーニであったことからも、作曲者がこのコミックリリーフ的な役を重視していたことがわかる。楽譜上で指示されている聖域は、バリートのブリッランテ、明るい、再起間髪なバリトンであるが、今日では、バッソブフォが演じることも多い。 1960年12月26日、東京オペラアカデミー第2回公演として、東京、神田の協立行動で行われた、日本語訳史上演。高田真一、アルバーロ、ジョー・スミコ、レオノーラ、田島義一、ドン・カルロ他の配役で、指揮はアルベルト・レオーネ、管弦楽は東京フィルハーモニー交響楽団、演出はクリアママ・サヨシであった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。